皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。 YouTube を始めまして、早いもんで、1年になりました。1年の間ですね、本当闇雲にこの撮りました。特に最初はですね、とにかくもうどういったの、もう何かが取り付いたんじゃないかいうぐらいですね、いろんなところに行ったりとか、いろんなものをとにかく撮ろうと、とにかくやろうということでですね、やってきました。これがいいか悪いかは別としてですね、時には脱線することもあったんですが、とにかくやり続けるということがやっぱり1年間この欠かさずですねできたいうのは、ある意味自分にとってはすごいのと思ったんです。私どっちかいや継続性があまりないもんですから、これまで途中でですねやっぱりやめたいって、最初は勢いつくんですけど、やめとったんですね。だけどもなんとか1年間ここまで来れたという、いうことは非常に良かったなと思いました。時折今のように犬が吠えるんですね。ご近所の犬なんですけど、この犬すごい賢いです。救急車とかですね、消防車がサイレンの音が聞こえるんでしょうね。私らじゃ聞こえないですけど、だいたいこの犬が吠える時のは、もうちょっとしたらおそらくサイレンの音がするんじゃなかろうかと思います。そういう時にですね、この犬吠えるんです。すいません、ちょっと犬の声が邪魔しとるかも分かりませんが、お許しいただいて、この1年間ですね、いろんな、どういうんですかことをやってくる中で、やっぱり同業者の YouTube、これを見ておりまして、やっぱりいろいろ工夫とかですね、いろんな自分の思いをストレートに話される、すごく上手にまとめておられるなと、構成面でもですねしっかりとしたものを持たれて、されとると、その中でやっぱり気づいたことというのはですね、葬式というのはあれなんですね、やっぱり日本全国葬儀屋さんという立場であればやっぱり共通する同じ思いを持っておるんだなということをですね、同業者の方のホームページを見させてもらって気づきました。これからもですね、私は広島という、町ですが、そうかいて広島県全域をうちは営業エリアにしとるわけじゃないんです。あくまでも広島市、そして近郊という言い方がすごい曖昧かも分かりませんが、広島市の方に、要は広島市、この広島駅の界隈とかですね、やっぱりそういう広島市にお住まいの方に、とりあえずはうちの YouTube チャンネルを見ていただいて、で私のこの話しとる内容がおそらくご理解いただけるという前提で話しとるんですが、分かりにくいこともあるかも分かりませんが、そこは私は私なりにですね、極力分かりやすいようにお話をしております。そしてある程度葬儀の知識をつけていただいて、あ、こういうこともあるんかということでですね、おのおのが葬儀業者を選んでいただいて、本当はうちに言ってくださいって言いたいところですが、そうは言うてもですね、やっぱりうちも仕事のできる許容範囲のがあります。とりあえず駅北ホールというこの広島駅の新幹線口から歩いて約10分の、距離なんですが、ここで家族、本当少人数の葬儀ができる形で、営業しております。ただうちのホールはですね、1日1件の葬儀になります。その他はですね、南区の方に1件、式場を借りております。そしてあと広島市の清風館、これは広島市が運営しとる会館でありますが、一応こちらの方はですね、ちょっと広島駅からちょっと距離を離れておりますが、一応広島市内になります。そういうふうにですね、あとはうちの会社の特徴としては、やっぱお寺さん関係というのがいいんですね。で意外とお寺さんにで葬儀ができるということをご存じない方おられるんですけども、お寺さんの中にやはり門と男神徒の会館というのがありまして、一応こちらの方でですねやはり家族葬というのを行っております。これはやっぱりそのお寺お寺の住職さんがですね、ある程度檀家さんとか門徒さんから相談を受けられた時に、うちでも一応葬儀ができますと、ただしお寺という性質上土曜日日曜日対応できないこともありますけどもという感じでですね、うちの方へご紹介をいただいております。あとはですね、最近これから今日、あるんですが、やっぱり自宅の葬儀というのもひょっとしたら増える言ってもですね、ガッと増えることはないでしょうが、やはりコロナウイルスの影響であんまり外に出たくないと、
という方もやっぱりおられます。でこのコロナウイルスはやはりすごくどういうんですか、人によって温度差がこうご当期によってもあるんですね。まあありますが、やはりそういうまだまだやっぱり収束はおそらく一生ないと思うんですが、やはりまだはっきりしないという、ワクチンうんぬんいうことも言われておりますが、そういう意味でですね、まだはっきりしとらんことで、これから葬儀はひょっとすると本当の家族だけで自宅で行われるという形態もやはりぼちぼちと出てくるのではなかろうかと思っております。そういう形でですね、これからも広島市の葬儀にしっかりとお伝えしていきたいと思います。以上でございます。